ろんですわ。ブルーノさんが司祭ですもの。そうですわ。神への感謝を忘れてはいけないというのがブルーノさんの教えです。ドクターも神への感謝を忘れずに。何？え？そうなの？私はブルーノに従ってるだけよ。育ててくれたのもあの人だし。みたいなものよ。ここにいるメイドは大体そうだと思うけど、事情は人それぞれだけどね。おしゃべりが過ぎたわね。仕事に戻るわ。じゃあ聞くけど、あなたは何をしてたの？部屋にいました。まさかずっと部屋にいたの？そうです。呆れた。どうして私の言いつけを守れないの？旦那様からは何も言われてません。旦那様が何もおっしゃらなくても仕事の効率というものがあるでしょう。スケジュール通りに動いてくれないといつまで経っても仕事が終わらないじゃない。クリスさんはこのお仕事を数字で考えてるのですか？何を言いたいの？主人と仰ぐ方の望みを全てを尽くして叶えて差し上げるのがメイドです。私たちは誰のために仕事をしているのですか？お仕えする方の望みを満たすためではないでしょうか？クリスさんは仕事のための仕事をしているように見えます。あなたこそチームワークを乱すのはやめてちょうだい。以前もこんなことがあったわね。真冬なのに旦那様がお部屋に飾る花が欲しいとおっしゃったとき、あなたは暗くなるまで外で花を探し回ってた。あの時もあなたのやるはずだったお掃除を私とジェーンが手分けしてやったのよ。でも旦那様はお喜びでした。それがダメなのよ。ダメとは思いません。
は？ドクター、争いは互いに正しいから起こるのです。どちらかが間違ってたら話し合いで済みますから。はしたないところを見られてしまいました。私はこれで失礼します。自分の部屋でおとなしくしてる。出てますし、何かに感謝するのは良いことですよ。え？なんでですか？ドクターのお世話をしているのはクリスさんたちですよ。私は大したことしてませんよ。なんか照れくさいです。癖がついちゃった。
込み仕込み。神への感謝を忘れたことはありません。ドクターは神を信じないのですか？日本の方というのはそういうものなのでしょうか？ドクターにも神のご加護のあらんことを。休憩してくるから、チャオ。
あんまり変なものに興味を持つなよ、先生。ところでドクター、日本には何か気の利いたジョークはないかね。そうだな、私から言わせるとイタリア人のジョークはもう一つ深みが足り、イタリアのはむしろジェスチャーで笑わせようとするからな。ドイツ人と日本人とイタリア人の兵士が連合軍の捕虜になった。彼らは拷問を受け、作戦の機密を話せと迫られた。だが最後まで何も喋らなかった兵士が一人いた。それは誰だと思う？なぜだね？話題を変えて食事を楽しもうじゃないか。